練馬区立石神松の風文化公園は、東京都練馬区石神台にある、多目的天然芝広場、テニス、バスケットコート、展示室などを備えた、区立のスポーツ公園である、都立石神公園に隣接する。当地は、戦前から70年以上、日本銀行石神運動場であったが、練馬区への売却を経て、2014年に区立公園として開園した。 ここは、都立の石寺公園に隣接し、そこには、国の天然記念物の貴重な小宅植物群落があり、宅地開発による生態系への影響の懸念から公園として整備された。運動場を主体としたスポーツ公園であるが、家族で弁当を食べられる緑の憩いスペースがあるほか、テーブルやベンチが設置されている。2020年以降は、東京会場、 日道の旧体育館があった場所が同公園として拡張される。公園や広場の名称に松がつくが特筆して松が多いわけではなく他の様々な樹木も植えられている。管理棟内のシャワー室はテニスコート等の利用者に限らず散策で立ち寄った場合なども無料で利用可能。夜7時を過ぎると閉鎖されてしまい通行者は同公園を大きく迂回し、 民家の横を通らなければならない。石神井松の風文化公園と富士街道沿いの並木道公園の北側は富士街道に接しており、そこは銀南などの並木道になっているが、かつては田柄用水が流れていた。石神井松の風文化公園管理棟2階、多目的室から多目的天然芝広場と花と小立の広場を見渡す。 2021年2月、石神松の風、文化公園花と小立の広場から花と小立の広場、石神松の風文化公園の多目的天然芝広場。後輩の森が石神公園。隣接する都立石神公園と違いフェンスが張り巡らされて閉鎖管理されており、夕方の閉園後は立ち入れない。AB 公園庁所平成26年4月1日。 現在東京都建設局 118P、練馬区公式サイト、石磁松の不文化公園、AAB 練馬区公式サイト、日本銀行石磁運動場の公園整備にかかる基本計画地図、多ガ用水流路。ありがとうございます。